はいどうもこんばんは、マキです。あ、いいじゃない。はい、ということで今回もね、TWICE 関係の動画を撮っていきたいと思うのですが、もう唐突なんですけど、ももちゃん、もうすぐ誕生日です。おめでとうございます。もうすごい、11月9日なんですけど、そのももちゃんにね、誕生日おめでとうってこう、どうにかね、伝えたいというか、こう、何かできないかなって自分思ってたんですよ。で、なんかこう動画そのために撮るとか、なんかそういうのもいいなとも思ったんですけど、すごいいいなっていうものがあったんで、今回紹介していきたいと思います。はい、ということで今回見つけたサイトがですね、ピーチフラッグスっていうね、なんかももちゃんのファンの、まあ、連合、ももちゃんを応援したいっていうね、団体というかもうありまして、で、そちらの方でやってる企画でバースデーサポートっていうのがあるんですよ。で、なんかこれ大体毎年やってて、まあそのバースデーサポートの内容が、地下鉄でももちゃんのファンユニオンからお祝いの広告とかを掲載するっていうやつなんですよ。すごくないですかこれ。日本じゃない文化ですよね。でもなんか韓国では結構こういうのが主流というかあるらしくて、ファンがよくやることらしいんですよ。で、それを日本の方でやろうっていう企画で、で、それが今年もあるらしく、今回それのね、内容を紹介していきたいと思います。まあ、これクロちゃんさんっていう方がいらっしゃって、サングラスかけたおじさんなんですけど、ワンスの方の中では、まあ、有名というか、ちょっと有名な方で、まあ、その人が運営されてるものなんですけど、で、この企画はですね、そのファンの方から有志で、その募金を募って、で、さっき言った地下鉄の広告だったりをするって形なんですけど、まあ、募金をするにあたって、なんかいろいろもらえるらしくて、なんか透明のフォトカードだったり、ポストカード、あとミニバナー、ミニカレンダーとかね、いろいろもらえるらしいんですよ。で、これ、募集が8月の半ばぐらいからあってて、自分全然知らなくて、で、今第2期の募集がかかってて、で、締め切りが29日までなんですよ。なんでバタバタ今ね、こう紹介してるんですけど、まあ、それにあたって募金して、で、特典みたいなのもいただいて、で、プラスですよ。ももちゃんに手紙が送れるんです。すごくないですか？だってハイタッチ会の時とかさ、プレゼント禁止なんですよ。もちろんお手紙も禁止なんですよ、渡すの。なんで、なかなか渡す機会ってなんかないのかなっていうのは自分もずっと思ってて、そしたらここでできるっていうね。なんでぜひ皆さん、ももちゃんファンっていう方、まあ、他のトワイスのメンバーとかでも、全然あると思うんですよ、探してみれば。なんで今回ね、こういう方法で手紙を渡したりとか、いろいろこうバースで祝ったりとかできますよっていう紹介でございます。なんでね、ちょっとせっかくなんで自分もやっていこうかなと思います。で、そのサイト下の方の概要欄に貼っておきますので、そちらからぜひ行ってみてください。で、そっちに詳しい方法とか書いてあるんで、ちょっと自分もやってみますね。で、サポートで今回もうせっかくなんで自分6000円以上の募金をしようと思います。で、募金額が6000円以上なんで、普通に6000円でいいですかね。6000円振り込みます。で、振り込みが銀行振り込みのみなんで、そこを気をつけてくださいね皆さん。送信、はい、ということでね、送信完了しました。で、これでまた向こうの方から連絡来て、こうやり取りするっていうような形でございます。手紙を書きたいっていう方はね、ほんと1500円からできますから、プラス特典もついてきますからね、興味ある方は下の概要欄から見てってください。で、29日今週の日曜までですね、バタバタとはなりますが、ぜひちょっと確認してみてください。まあ、ギリギリの情報公開となってほんと申し訳ございません。ぜひ気になる方はやってみてください。はい、ということでね、今回の動画ここまで。また明日明後日ぐらいに心霊スポットのね、動画を公開するかと思いますので、ぜひ見てください。それじゃあね、バイバイ。